第二次共産党は、1926年12月の第三回党大会で再建されて、以降の非合法組織時代の日本共産党を指す故障である。抗議には、1935年3月第二次世界大戦以前では、最後の中央委員である袴田里美の検挙で、党中央部が最終的に壊滅されるまでの時期が第二次共産党であるが、 協議には1929年の4.16事件による党員大量研究で組織が一旦壊滅するまでの時期を指す場合もある。第一次共産党が1924年4月の回答決議により自主的に解散したが、コミンテルンは回答を認めず、共産党の再建を要求した。コミンテルンは日本共産党の勢力を過大に評価していたからで、あるが、 それは、日本共産党が、党員数を課題に報告していたからである。したがって、再建の要求を拒むことは困難だった。そこで、1925年8月には、佐野学を中心に、党再建のための共産主義者、グループ、ビューローが発足した。このビューローが発展して、1926年12月4日には、第3回党大会が開催され、 日本共産党再建がなった。これは山形県の五色温泉である会社の忘年会を偽装して集まったものであり、17名が集まった。この時中央執行委員に就任したのは渡辺正之助、徳田久一、佐野学部、福本和夫、佐野文夫、三田村志郎、鍋山佐地下市川正一らであり、ほとんどが福本イズの影響を色濃く受けた。 活動家たちであった。第二次共産党は第一次と同様、非合法のうちに決闘されると同時に、コミンテルンによる指導関係を承認して、コミンテルン日本支部としての性格を持った。1927年、コミンテルンは、福本イズムと山川イズムの対立による日本の党組織の混乱を解決するために、日本問題委員会を開き、日本共産党からは、 渡辺、福本、徳田、佐野文夫が招集された。そして7月には、同委員会で27年定税が決定され、福本イズム、山川イズムに対しては、両者が否定された。これを受けて12月には、新しい党指導部が組織され、委員長には、佐野学その他の役員に、渡辺、鍋山、市川らが就任し、福本グループが排除された。 翌1928年2月には、帰還し、赤旗が創刊され、また同月行われた第1回の普通選挙では、事実上共産党の参加合法団体であった、労働農民党を支持、支援し、山本信春ら2名を当選させた。同時期、第1次共産党決闘の中心であり、第2次共産党とは距離を置いていた、山川人志、荒畑勘村らは、雑誌、 労農を創関、事実上、労農派を肌上げし共産党から正式に除名された。このような共産党勢力の進出に対して当局は、弾圧を強め、1928年の3.15、事件で、地上党員を中心に、全国で党員約1600名が検挙され、そのうち484名が起訴された。さらに共産党参加の合法団体に対しても、 翌4月には、労農党、日本労働組合協議会、無産青年同盟に解散命令が下った。10月には、渡辺正之が、台湾のキールンで関係に射殺され、前後して福本国領後一郎が検挙された。しかしその一方で、赤色組合主義路線を掲げる労働団体、日本労働組合全国協議会が結成され、 これ以後共産党の合法基盤を支える柱の一つとなった。しかし1929年の4.16事件では、地下党員を中心に基礎339名が検挙され、またそれまで検挙を免れていた佐野学部、鍋山、三田村、市川らが検挙され、党中央部は一旦壊滅した。4.16による壊滅以降の共産党指導部は、 3.15から4.16共同被告団の中心として、後半闘争を指導する佐野、鍋山、市川、三田村らの国中指導部、国外において、党再権を進める国外指導部に分かれ、互いに連絡を取りながら、活動を続けた。しかし、第一次共産党あるいは、ビューロ以来の経験豊かな幹部のほぼ全員を、 獄中に奪われた党のダメージは極めて大きいものだった。このため、以後の党指導部は、学生運動、クートベリュ学生、文化運動の出身者のような党活動の経験に、乏しい、いわば第2戦級の活動家たちによって構成されることになった。この結果、関係の弾圧に加え、彼らの稚拙な党指導によっていくつもの致命的なミスが引き起こされ、 第二次共産党は崩壊への道を進んでいくことになった。4.16の直後、党指導部は、東大新人会出身の田中清春委員長を中心に早速再建された。この指導部による武装共産党時代、共産党はコミンテルン第6回大会の決定に引きずられ、極左的武装闘争、広報無産政党解消運動などいくつもの誤りを犯した。 さらに田中指導部に続く、風間城吉指導部下の非常時共産党においては、統制を回復し戦前期最多の党員数に達することになったが、この時期においても、32年テーの天皇制廃止スローガンを党参加の合法団体に押し付け弾圧を招き寄せるなどの致命的な誤りが繰り返された。その上、特攻スパイの指導部潜入を許し、このスパイ M が指導した。 赤色ギャング事件をきっかけに再建が進められていた党組織は熱海事件による大量検挙で再び壊滅した。熱海事件後、いわゆる臨時共産党時代の指導部により細々と再建が試みられたが、国中の佐野鍋山による天候生命によって始まった国中指導部の崩壊及び党員の地滑り的な大量天候を止めることはできなかった。 一方また、スパイの党組織潜入が向上化し、彼らの密告によって、幹部、活動家が次々と検挙され、岩田義道、小林武次は特攻の拷問により虐殺された。スパイ的発のために行われた左門は、痩せ細っていた党組織の内部を疑心暗記状態に陥らせますます。疲弊させ、結局、行き過ぎた左門の過程で起こった臨時事件による、 指導部の検挙が事実上第二次共産党の息の根を止めることになった。党崩壊以後、これ以前にソ連に亡命していた野坂33、山本健造による日本の共産主義者への手紙に基づき、いくつかの再建の動きがあったが、いずれも指導部再建に至る前に検挙により壊滅した。党組織の完全な壊滅は戦後共産党における徳田九一、 滋賀吉を宮本賢治ら極中非天候組の権威を必要以上に高める結果になった。ありがとうございます。